こちらへ。ああ体が重い。太一に取ってこさせます。墓地にいるはずです。そこで何を？土を鳴らし毒草の世話をさせている。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたが、お救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は？おるぞ、政子殿だ。まあ、幼き頃から尾の子と稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。政子様だけですか？他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか？ああ、未だにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんな。いかサカイ様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。あと解いて。禅を汲みたる在りし日の梅雨と消えぬる歌方のこと。
人、手を貸さんか。どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。勝負しろ。離すなよ。怪我はないか？島の民よ、また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも、あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうかだ。強力な毒はひどいものです。そうか。ああ殿、しばし座りましょう。酒井の者は毒など使いません。猛虎と戦った酒井がいようか。使える手立ては使わねば。これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ百合。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。一昔前は川下の辻に足が生えていました。昔
足を束ねて小さな船を作りましたね。龍造とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心、あそこにはもうこの野営がありますゆえ。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さ、早く走る。